まったく、あいつはどこにいるんだ。ん？宮藤、ルッキーニ、二人ともちょっといいか。にゃ！どうした、そんなに怯えた顔して。何かあったのか。ええ、これからシャーリーさんやリーネちゃんと一緒に近くの村まで行くんです。ネウロイも来ないし、みんなで遊びに行こうって。あ、ヨシカ。どうしたの。そうか、今日お前たちは非番だったな。気をつけて行ってこい。え、どうしたんだルッキーに。怒んないの、遊びに行くのに。非番なのだから問題なかろう。ただあまり遅くはなるなよ。ガリアのネウロイ消滅は完全に確認されたわけではないのだからな。はい。ところで何か私たちに用事があったんじゃないですか。ああ、そうだった。お前たちハルトマンを見なかったか。今日は私と当直待機なのだが、姿が見えなくてな。私も朝から見てないですね。ルッキーニちゃん見た？寝てんじゃない？まだ12時くらいだし。まだ12時って。まったくあいつは。部屋を覗いてみるか。そんなに怖がらなくても大丈夫だよ。だってさ、前だったら遅刻がトリン、トルンドルとか怒られたよ。確かに。まあいいや、早く行こう。よし。入るぞ、エリカ。引き払った部屋を数日でよくここまでひどくできるものだ。気象だ、ハルトマン注意。起きろと言っているだろう。今すぐ目を覚まして準備せんか。あと50分。まるでゴミの山から生まれてくるみたいだな、お前は。まったく、早く目を覚まして服を着ろ。いいじゃん、別に。ガリアのネウロイはいないんでしょ。ネウロイもずっとお休みの日だよ。だとしてもだ、我々は誇り高きカールスラント軍人であると同時にウィッチーズの一員。その任務はガリアの防衛だ。であれば常に備え、注意を怠らず。はいはい、トゥルーでは相変わらずだね。なんだろう、船？あれ、あの空母って赤城？いや、そんなはずはないだろう。でも、ほら、そっくりだよ。確かにそうだな。どうしたの、二人とも。廊下まで声が響いているわよ。すまん、ミーナ。いや、こいつがな。ねえ、ミーナ、あの空母ってさ、赤城にそっくりじゃない？ああ、あれは、天城よ。天城？ええ、赤城型空母の2番艦よ。なるほど、道理でそっくりなわけだ。じゃあやっぱ不相の空母なんだね。でもその天城が何の用？赤城があんなことになってしまったからな。この基地に行っていた補給任務の代行だろう。そうね、詳しいことは後ほどみんなを集めて通達するわ。どうした？何かあったのか？それよりさ、あれにも不相のウィッチが乗ってるのかな？宮藤みたいのだったら面白いよね。だとしても、この後に及んで補充人員が来るわけはないだろう。それに、
あんな手のかかる新人がもう一人増えるなど考えただけで思いやられる。よく言うよ、喜んで手を焼いてたくせに。なんだと？ええ、まあ坂本少佐の旧友が上官しているとは聞いているわ。ほーん、ねえ、ちょっと見に行ってもいいよね？おい、私たちは待機中だと言っているだろう。ねえ、いいよね、ミーナ。ええ、構わないわ。でも、何かあったらすぐに戻ってちょうだいね。了解！それじゃあ行ってきます。おい、待て！エーリカ！エーリカ！こことも、もうすぐお別れね。あ、あれかな、不装のウィッチって。少佐！おう、二人ともどうしたんだ？赤木の代わりの船ってのを見に来たんだ。申し訳ありません、少佐。お邪魔をしてしまったようで。いや、ちょうど用件は済んだところだったからな。気にするな。今の人、少佐と同じ服だったね。クソのウィッチ？ああ、きちんと紹介してやりたいところだが、あいつも少々立て込んでいてな。そうですか。では別に補充人員というわけではないのですね。あはっはっは、そりゃそうだ。我々も手すきになるというのに。あ、いや、うん。少佐ずいぶん楽しそうだったね。まあな、あいつと会うのも久しぶりだからな。話も弾むさ。天城のウィッチのことミーナも気にしてたみたいだしね。ん、そうだったか。何を言っているんだお前は。いやいやいや、別に。ところで少佐、天城の入港はやはり赤城の代行ですか？ああ、いや、それもあるがな。何か問題でも？そういえばミーナも。うん、あ、まあお前たちなら話してもいいか。隠しても仕方のないことだしな。正式な通達はみんなを集めてするつもりだったんだが、実は第501統合戦闘航空団は。なんだと？敵襲か！トゥルーデ！ああ、行くぞ、エリカ。よし、私も出る。待ちなさい、坂本少佐。あなたはまだ魔法力の回復が万全ではないでしょ。ミーナ、しかし。あと数日は飛行禁止にしておいたはずよ。だが、宮藤たちは外に出ているんだろう。代わりに私が出る。いいえ、私が出ます。あなたは艦船に回って。了解だ。ミーナ、頼んだぞ。ええ、バルコールン大尉、ハルトマン中尉、二人とも出撃準備を。了解！たちは基地に呼び戻しているところだが、まだ時間がかかりそうだ。大型が1機、護衛の小型が基地めがけて多数進行中。先行して大型ネウロイを叩いてくれ。了解。了解。何が出てくるかわからん。気を抜くな。
了解。了解。やったか。思ったより手応えなかったね。そうね、ストは離れたところにいた残存勢力かしら。だとすれば今度こそガリアのネウロイは全滅したということか。まだ断言はできないけど、その可能性は高いわね。大型ネウロイの撃墜、こちらでも確認した。余裕だったようだな。さすがは501のエース3人だ。宮藤たちが残敵の掃討に当たっているが、もう間もなくそちらも完了する。了解したわ。では私たちは帰投します。あー疲れた。帰って早く休もうよ。お前はついさっきまで寝ていたところだろうが。まったく。はいはい、とりあえず基地に戻りましょう。